今年のダイクレレディースカップの優勝者は牧谷かおり選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。地元での優勝になりましたね、今の気持ちを聞かせてください。はい、素直にすごく嬉しいです。お知り合いというかご両親がお見えですか？はい、両親も姉も甥っ子姪っ子も来てくれて、あ、祖父も来てくれたと思います。朝から見えてたんですか？はい、そうですね。他にも知り合いの方とかたくさんいらっしゃいますか？はい、本当に地元の方々、そして知り合いの方も足を運んでいただいてると思います。終盤の連続バーディーがありましたね、今日のゴルフの内容を教えてください。はい、昨日同様に3バーディー取ってから、あ、そうですね、流れは良かったんですけども、すごくボンミスを中盤したところもあり、結構波のあるゴルフだったかなとは思うんですけど、最後まで諦めずにできたかなと思います。最後のバーディーすごかったですね。はい、思ったより緊張してなかったので、いつも通りと思って打てました。次の目標を教えてください。はい、今シーズンの目標はずっと賞金女王っていうのを、ステップアップの賞金女王というのをずっと目指してやってきているので、やっと1勝できたので、2勝3勝とこれから残りの試合も頑張りたいと思います。それではご来場の皆様に、一言お願いします。はい、たくさんの方に地元だから広島だから頑張れよというふうにたくさん声をかけていただきました。その声が本当に力になってすごく心強かったです。たくさんの応援ありがとうございました。ありがとうございました。優勝は牧谷かおり選手でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。